チャオ、マヒロです。8月16日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日も100は取れましたね。はい。で、睡眠タイプがぐっすり、あ、すやすや、どっちだろう。あ、ぐっすりか。はい。で、寝るときはマスター5で寝れましたかね。新しい寝顔見れるかな。あ、星4ない。チャンネル登録と高評価よろしくね。さあ、左側から見ていこうか。玉ざらしと、お、クワッス。はい。で、右側は、あー、新しい寝顔、フェーニバル。フェーニバル、星2見たのかな。あ、星1と星2ね。はい。さあ、これで終わりかな。はい、じゃあ一気に撮っていこうと思います。どうしようかな。何を撮っていこうかな。てか木多いな。はい。さあ、ウェーニバルにチャンス来てくんないかな。ゼニガメちゃん、あたまさらしちゃん。チャンスがつくと欲しくなっちゃうよね。とりあえずじゃあ、ウェーニバルに、はい。ゲージが長い。まあ、それと、ゼニガメちゃんにサブレをあげて、特大成功、嬉しいね。フレンドレベル10だな。まあ、フレンドレベル10になるとね、金枠になっちゃうからね。だから食材確率アップがないんだよな、レベル10には。はい、ということで、本日はこれで終わろうと思います。クワッスはまあ、いや。いや、クワッスのさ、第2食材がさ、今日のアメちゃんはアメニバルでいいかな。ネギが2個ってほんと少ないよね。なんで2個なんだろう。お、ランク上がりましたね。はい。さあ、君の個体値は、ミルクミルクミルク、控えめってなんだっけ、ミルクミルク肉。お手もついてるな。あ、控えめ一番ダメなやつ。はい、ということで本日はこんな感じになりましたね。お昼ご飯あげて、夜ご飯あげて、マスター7いけるかなっていう感じですかね。はい、ボックス紹介の方なんですけど、明日の、17日の、夜からちょっとやろうかなって考えてるので、よかったらね、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、ということで、皆様は何かいいポケモンに出会えましたでしょうか。明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。